はい、どうぞ。皆さんこんにちは、リナロのビクターと申します。今日、リナロいろんな、オープンソース活動を、しておりますけれども、ARM のエコシステムいかに、健康になるようにいろんな活動をしているんですけれど、今日紹介するのは、このリナロ最近の活動ですね、の一つ、HEX ファンデーション、2ヶ月前に、Linux ファンデーション、新しいプロジェクト立ち上がりまして、Linux も それの中心メンバーには今なっております。はい、それ今回のデモは AGX の、ソースコードを一切使わないんですけれども、はい、これはその時の発表したブログなんですが、今日は、そのデモの実物をここに持ってきまして、もっと詳しく皆さんにご紹介したいなと思っております。はい、なので、HEX のデモとは言ってるんですけど、実際 HEX のソースコードをまだ使っておりませんので、そこをご理解していただければと思います。まずはじめにリナロ、どこまで活動しているかというのは少しだけ振り返りたいと思うんですけれど、一言で言えばエンドゥエンドの、ARM IoT システムで言えるかと思います。でやってるのは、一番、その ハートに近いところはファームウェアのところですね。例えばディバイスツリーとか U-Boot、UEFI、 これは全部リナロのメンテナーに、リナロの社員がメンテナーになっております。もっと上に行きます と、OS、もともと Linux からスタートしたんですけれども、 Android、 最近、Zephyrにも力入れてやっております。でもっと上に行きますとネットワーク、これ通信のところですね。ここは、オープンデータプランとか、大きいデータいかに早く転送する研究は、リナロのメンバー、シスコとか、NXP、中心にやっております。もっと上に行きますとビッグデータの、アナライズとか、最近よくデータセンターで使われているオープンステックとかも、やっております、こんな幅広くやってるんですけれども、このようなソースコード、どこまで使えるかっていうことはよく聞かれます、そういう意味では、我々、これからこういうそのデモシステムも、作ろうかと思っています。オープンソース使ってる皆さんに参考になればいいかなと思ってるんですけど、で今日のデモの構成なんですが、テーブルに並んでる、小さいボード、ベンチにの上に乗ったボードは、リナロの、Q6 ボードの IoT バージョンです。電池はあくまで電源のために使ってるんですけれども、そのボード、小さいボードには一応、Bluetooth、通して、この横に、置いているゲートウェイの基板と通信しています。はい、でゲートウェイを通して、クラウドにデータを送ってるような構成になっています。一応ここのデモは、SP クラウド、ソフトバンクのクラウドを使っているんですけれども、我々、検証したのは、IBM のブルーミックスとか、あとは、AWS、いわゆる商用の、クラウドプラットフォーム全部サポートできるようになっております。
もう少しこの、使っている基盤を紹介しますけれども、まあ皆さんよくご存知かもしれないんですが、キューロックボードという、ものですね。これは、これも、リナロ、中心に始まっているオープンハードウェアのプロジェクトなんですけれども、特徴としては、いろんなメーカーから、この規格に従って製品を出しているんですね。要するに皆さんとしてはすごく選択肢の多い、ハードウェアプロジェクトになっている。でもう一つの特徴は、すでにこの、最新のオープンソースのカーノルをサポートしています。我々Q6ボードの、認証プログラムを、維持していますけれども、ネットに公開している製品全部その、オープンソース最新の、バージョンからサポートしていまして、要するに皆さんからダウンロードすれば、ほぼ手を加えることなく使えるようなものになっています。まあ、これはデモの構成ですね。で、次はちょっとデモを見せしますけれども、今このお見せしているのは、クラウド上で走っているデバイス管理の画面です。はい。ここには、IoT のデバイスつながれば自動的にこの、デバイス管理システムに登録できるようになっています。はい。これ時計マークになっているところはもう、つながっているデバイスです。このデバイスもっと詳しい情報を見たいときには、まあ、こういうディスクリプションとか、の画面も、設けています。で、我々使っているのは、ハートビート、これもオープンソースですね。まあ、皆さん、ご自分でもダウンロードできて、すぐ使えるようなシステムになっています。まあ、ハートビート使ってここまでできるということは証明できているかなと思います。で、もう一つ、このデバイス何を送っているかというのは、テンプレチャー、温度のデータ、逐次に送っています。はい。そのデータを、もう少し分かりやすく表示するのは、まあ、この後ですけれども、これ、我々データを取って、ダッシュボードを、使ってこのデータを表示しています。今このダッシュボードはまだクラウド上ではなくて、実はこのゲートウェイの基盤を使って、リモートでウェブページ出しているんですけれども、まあ、実際これ、まあ、どこにも持っていけるというような構成になっています。まあ、私は本当に喋るのはこれぐらいですけれども、皆さんから、質問があればお答えしたいなと思います。まあ、もう一回、サマライズしますと、まあ、ここに使っているものは全部オープンのものです。ハードウェアもQ6 コードという、オープンハードウェア、仕様なもので、使っているソースコードも、全部オープンソースプロジェクトから、取り出したものです。で、皆さんも、もしご自分で、興味があれば、まあ、先ほど、このリンクはまだ後ほども、資料に送りますけれども、ここには、詳しい説明ありますので、これを見てご自身でもこのようなものになっています。何かご質問がありますでしょうか。はい。Q6 ボードの IoT のボードってゼファーが持ってるんですか。あ、そうですね。はい。ちょっと説明。はい。
IoT のはゼファーです。はい。で、ゲートウェイのボードを走っているのは Linux です。あんまり私ゼファーの状況っていうのをよく知らないんですけれど、はい、実際にゼファーを使った製品開発であるとか、またはそういうような実際の何か開発が進んでるであるとかっていうケースっていうのはどれくらい出てきてるんでしょうか。そうですね、まだその商用の製品はないんですけれども、強化ボードの数がかなり増えまして、ARM の強化ボードだけでも40種類ぐらいあるぐらいですから、はい、もうすぐ商用製品も出る段階になっているかなと思います。なるほど。まあ、立ち上がってまだ2年ぐらいのプロジェクトですけれども、ここまで勢いよく進んでるのは、まあ、すごいことかなと思います。今 IoT 系のね、オペレーティングシステムであるとかプラットフォームっていうのいろんな提案が出てきていて、その中の非常にゼファーっていうのもゼファーっていうのも有力なキャンディデートの一つだと思うんですけれども、はい、特にゼファーここのところが優れてるとかそういうところっていうのはあります。What is the most advantage of the Zephyr? そうですね、まあ、我々この参加した2つ主に2つありまして、1つはデザインですね、アーキテクチャ的には非常に一番新しい、アーキテクチャなんですから、新しい技術が取り込みやすくなってるんですね。例えば、セキュリティ、スレッドのセキュリティ管理とか、あとは最近コンテナーという概念も盛んに議論されているんですけれども、コンテナーの開発もしやすくなっています。で、それは技術的の理由ですね。もう一つはやっぱりオープンプロジェクトの価値というのは、やはりいかにそのアクティビティが、高いということなんですから、Zephyr やはりそのまあ、ソースコードの、チェックの数を見れば分かると思うんですけど、他の RTOS と比べてかなり盛んになっています。確かにそうですね、はい、それは、まあ、主な2つの理由。結構今世の中だとフリーアルトス、オープンアルトス、あれを使われるケースがすごく多いと思うんですけれど、はい、フリーアルトス、オープンアルトスを使わずにやっぱりゼフィアっていうことに行くとのやっぱりコミュニティのサイズであるとか、はい、その活性度っていうことですね。そういうことですね、はい、もう一つ市で言えるのはそのライセンスもあると思うんですけれど、はい、RTOS よくその GPL ライセンス使っているのが多いっぽいですが、そうするとどうもやっぱ組み込み系ハードリングコードが多いじゃないですか、うん、そうすると公開しないといけないその、制限が出てきますので、 Zephyr はアパッチライセンスですから、うん、非常にそのフレキシブルですね。まあフリーアルトスの場合はエクセプションがついてるんで、うん、ハードリンクをしたとしても全然影響がないかと思うんですけど、はい、なるほど。ちょっと皆さん前に来ていろいろ見てみたりします？よかったら。平松さんもよろしければデモンストレーターが、ね、一応ここにあるのが、ですね、ゼファーを使ったボードですね、 IoT ボードの方ですね。で、こちらの方がナイトロジェンっていう形で、この IoT ボード自体に1世代目になります。1世代目の方がカーボンっていうのがあって、これこういうのがあります。で、基本的なスペックはほとんど変わらないです、実際のところで。なので、このデモの代わりにこっちのを使ったりすることも可能になっています。で、両方ともゼファーで動きます。で、こちらに並べているのが、まあ、ハイキーシリーズなんですが、ここで使っている、記録ボードですね。これの、まあ、画面になります。感じですかね。で、まあ、基本的な通信環境としては、こちらからこちらまでが Bluetooth
で、ここから先が Wi-Fi でつながって、あとはあの、Wi-Fi ルーターとか、そういったもので、インターネットにつながるという形になります。で、多分面白いのが、こっちからこっちまでが、実は IPv6 で動いてます。BME、の上でですね、Bluetooth Low Energy の上で、IPv6、V6 を動かして、で、ここで、RPV4 に動かして、変換して、サーバーに流すということをやってるんですが、なので、こちらの方から、もう直接ですね、実は MQTT で謝罪できます。で、ここに MQTT の1回ブローカー、プロキシブローカーがいて、で、そこから、本体のですね、クラウド側のサービスをいただいて、その情報を1回まとめてから流すということをやっているという感じになります。なので普通にその例えば普通にこう Bluetooth でつないじゃうと Bluetooth のカスタムプロトコルを使ってセンサーとかを流すっていう形になりがちなんですが、そうじゃなくても直接ここの中に MQTT に喋れるライブラリっていうのが Zephyr に入っているので、それも使っちゃうということができるようになります。 Bluetooth の実装とかが Zephyr の方で必要なんですよ。なんか手を加えられたり、そのものを入れた状態ですか？Zephyrの中に確かもうすでに、そこの部分のコード入ってドライバー、Zephyrのコード自体は、ですね、結構 Linux カーネルに近い作りになってます。なので、もう本当にその Linux カーネルと同じで、通常のコア部分のコードとアーキテクチャ依存のコード、ドライバーの部分のコードっていう形で分かれて、きれいに分かれていて、で、ビルドシステムなんかは本当に実は Linux のそのまま持ってきています。Kビルドをそのまま使ってビルドしている感じ。このデモンストレーション用に Zephyr に何か手を加えられたいみたいなのは？これは僕が聞いてる限りではないですね。当然アプリケーションを作らないときがあったので、アプリケーションを作りましたけど、それだけで。なんかそのアプリケーションも公開する。確か公開したパッケージがありますので、先ほどのモーブを見ていただければ、詳しい情報を書いてありますが、ゼフィアのコードも含めてそこのところで入手できるという、はい、でしかもそのゼフィアのコードっていうのは、ゼフィアのネイティブのやつがそのままに近いような状態だった。そうですね。ある意味ではゼフィアの開発リファレンスみたいな形にこれがなっているという。そうですね。結局アンプスなので、最終的にはソースコードをガチャンコして作らないと、一つのバイナリー作らないといけないという形のところが変わります。ただ、我々開発進めているのは、フォークビットを使って、ソースコードのレポジトリの方から、Git でこうクローンしてきて、自分たちで改造を加えて、それをどっかにこうプッシュすると、そこで自動的にビルドを走らせて、デプロイ可能なバイナリーを作って、でフォークビッツから、ドラッグアンドドロップでアプリケーションを変えるということまでやって、そうすると基本的にユーザーがやるのは手元で本当にアプリケーションを書いて、本当に Git プッシュするだけという形になります。あまりこの場にはそぐわない話題になるんだけれど、例えばこれをごめんなさい、素人質問で申し訳ないんだけど、調べればすぐ分かる話だと思うんですけど、アベラビリティって言いますか、一般の人が入手する、このハードウェアを入手するってことも含めて可能性はあるんでしょうか。今、この手のものっていうのは、メーカーズの流れがあるんで、ギャレージの人たちがとっても喜んで飛びつきそうな感じがするなって思います。いや、もちろん、これ自体は、すぐに手に入るはずなんですが、ただですね、ちょっと技的の話があって、そうですね。ちょっと録音を今後ちょっとそれは対応していかないといけないところなんですが、基本的に今ちょっとユーザーさん、海外の方ではもう完全にユーザーさんの流れが使って、メーカーズの方が作ってるという感じですね。記録コード登録に行くと、この IoT だけじゃなくて記録コードを含めたですね、作成例みたいなところがいっぱいもう出ていまして、そのほとんどは全部そのユーザーが勝手に作ったものっていう形になってます。
まあ、協力コードこれですね。協力コードプロジェクトありまして、これなんか少ないように見えるんですけど、これ下げていくとですね、やたらと大量にこうプロジェクトがあるっていうのが分かるかと思うんですが。本当だ。これ週1回あの記録コードのオープンアワーとかやっていて、その中であの作った人がどんどん発表できるような場を設けてということをやってると、こんな感じで集まりましたね。ワークショップなんかやったら楽しそうだね。そうですね。GX のカバー範囲ってどこ、 OS は含まなくて、その上のそういう通信周りのところをカバーしてる。ちょっと HX がどこまであるかはちょっと我々も実はよく知らないんですが、HX プロジェクト自体がですね、ただあの最終的にはその辺り、カバー範囲の OS の方まで含むとはちょっと思いにくいんですが、参加している各社が揃えられるハードと OS でないと意味がないので、うんうんうん、だいたいこのボード自体、これって10ドルから20ドルぐらいですよね。そうですね。 IoT のバージョンはだいたい10ドルから、40ドルの範囲で各種メーカー出しています。逆にこのゲートウェイで使っている記録ボード、こちらの方は、結構高くてもいいというか、あの豊富にデリベラルつけられるように高めに設定しようというのがあって、だいたい安くても、70ドルから、ですね、300ドルぐらいまでの幅でこう作りましょうということでございます。それでも7000円から3万円っていうふうに言ってますよね、きっとざっくり。まあ、ざっくりそのぐらいになりますね。これ最新のハイキー960は、これスイッチサイエンスさんの方で買えます。で、結構ペリフェラルのところが豊富にあって、無線の方を移すと、Wi-Fi の方につながって、あと USB 3.0 にポートがですね、HDMI、 あとメモリーとかどうだったかな、3ギガか4ギガ持っていたと思います。なのでこれなんかも普通にその、まあ、デスクトップにはまだそこまでは至らないですけど、ネットブックとかそのあたりとかと普通に戦えるぐらいの能力のやつにしましょうと思いますね。さらに何かあります？さすがにあのこの場であのじゃ あ, あのオーダー取りますとかそういうのはさすがに勘弁なんですけれども、我々直接あの販売するわけではないので、はいはい、あのここは単にこういうのもありますよ、ね、はい、これから旬ですよね、この手のやつって。いよいよ、あ、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。